皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは、できないことよりできることを頑張ろうというお話をしたいと思います。皆さんとよくお話をしているとですね、これとこれとこれができてないから頑張らなくちゃ、これもやんなくちゃ、あれもやんなくちゃっていう声を聞く方多いんですけれども、確かにできないことができるようになるっていうのは大事だし、やってみなければわからないっていうのは私よく言ってますからね。自分がそれを必要だと思い、どうしてもやらなくてはいけない壁がそこに来てたらやる必要はあると思うんですよ。ただその何かを考えていく部分において、全てを全部やらなくちゃいけないっていうことは全然なくて、その得意を磨くっていうやり方だって方法論としてあるんですよね。だからこれが私ができてません、これができないですっていう自分っていうのではなく、これは人よりも全然できるっていう、それがあればやっぱりそこを伸ばしていくっていうのはとても大切なことだったりするんですよね。だからモードとして、そのできないことにを見てしまうと、そちらがどうしても中心になってしまうので、自分が本当はできていることとかが分からなくなってしまうんですよね。だからできないことを中心に考えるんじゃなくて、自分ができることをさらに研ぎ澄ましてやっていける得意を考えていくっていう、そういうことができるようになると、自分の世界とかが広がるし、逆に個性とか特徴が出てくると思うんですよね。あとはそうだな、誰に対してその技術とかが例えば必要になってくるかっていう話も考えていた方がいいと思うんですよ。例えば、パンの先生、私もパンの先生だったんでお話をすると、私はバケットは教えたいっていうか習いたいって言われて、バケットを自分も好きだったんで作りに行ったこととかはあるんですけれども、そのバケット難しいんですよね。シンプルな材料で作るから失敗するポイントも非常に多いし、やっぱ高度な難易度の高いパンで憧れのパンではあります。だけれども何回か修行的に行った時に、あ、これちょっと無理だなっていうふうに思った時に、そこまでしてやらなくてもいいかっていう、自分の趣味のために、楽しみのために、バケットは取っておこうみたいに思ったんですね。でそうすると趣味のためでバケットはいいっていうふうに思うのであれば、自分が得意な成形とかデザインの方のパンの技量をさらに磨いていくっていう、そういうふうにシフトすることができたりとかしました。なので結果として私の特徴がそこで際立つことになったんですね。だからそこを教えるっていうのも捨てたんです。だからそういう特徴を出すことができた。で例えば中級者以下を教えるっていうふうにもしも決めるのであれば、自分より技術がない人を集めればいいっていうだけのことなので、ここまでどうしても覚えなきゃいけないっていうことは全然なかったりします。ここを勘違いしてると永遠に学び続けるし、永遠に頑張り続けることになって、挙句の果てにはどこの誰を集めていいかも自分でも分からなくなっちゃうような事態に陥ることとかがあったりします。だから、結論として言うと、自分が、できないことを一生懸命必死に頑張るよりも、できることを多分伸ばすことの方が早かったりする時もあるので、バランスは必要になりますけれども、自分はこれができない、あれができないっていうのをいつも悩んでる方は、自分は本当はできることは何で、本当は好きなことは何なんだろうっていうのを見つめ直してから個性を磨くっていうのもいいんじゃないのかなと思いますので、ぜひご参考にしてみてください。それでは。